よし、パート9、カーサスの地下壕やっていくぜ。そんでもって今回事情により初見プレイじゃなかったり。なんだなんですか、録画ミスですか。いやー前回アップしてすぐな、このステージを攻略するために城募集してたからそこに行っちゃった。てめえ。それなら投稿してすぐこのステージを録画してからその城募集行けばよかったじゃねえか。まさか拾ってもらえるとは思わなくて。で、その城下動画はパート 8.5 みたいな形で動画にすると思うぜ。一応ホストさんの許可も取っておいてあるぜ。そういえば右手武器よく見るとアルトリウスの体験じゃん。えへへ、老血のソウルから錬成できたから作っちゃったぜ。ついでだしどんなことが書いてるか見てみようか。老血のソウル、老血を分けた監視者たちのソウルはまた老血の主のソウルでもある。ついでに老騎士の体験についても読み上げ。波乱の老血の主、深淵の闇に汚れた騎士の体験。狼の騎士は、最初の深淵の監視者でありその点もまた闇の眷属に大きな威力を発揮する。この説明文2つ聞いてみてなんだがまさか監視者たちはアルトリウスの子孫。いやーもしそうだとしたら監視者全員出産。いや無理だろ。いやアルトリウスが女をとっかえ引っかえしてたり。アーサー王を怪我してんじゃねえよカス。冗談だってば、冗談。そういう人じゃなくて弟子とかそんなとこでしょ。アルトリウスはその主なんだから。そういえばアーサー王で思い出したんだけど、アルトリウスの剣ってエクスカリバーなん？いきなりどうしたん？アーサー伝説のアルトリウスだとやっぱエクスカリバーだなーって思い始めてさ。じゃあ、ペイトのエクスカリバーと見比べてみる？でもペイトのアーサーってアルトリアだろ？細かな話、アルトリウスの名前は男性系でさ、女性系に直すとアルトリアなんだよねー。あ、そうなんだ、いいこと知ったぜ。というわけで見比べてみよう。おお、色はあれとしても結構似てるもんなんだな。モデルが同じだから当たり前といえばそうなんだけどね。ってことはアルトリ剣はエクスカリバーってことか。聖剣を使ってモブにファリー決め決められるやつがいるらしい。ここは少し走ってからライトついてるところに避ければなんとかなってたはず。スルーして走ってきたから奥の方で避けないと敵に追いつかれて落とされそうになるよね。いろいろ飛んできてなんかシュール。というかあの骸骨玉さ、どういう原理で動いてるの？よく見ると骸骨が押したり引いたりしてるよ。それよりも起きていった赤目骸骨に目が行くんだが。あれ、許された。お前はいい加減学習するっていうことしないのか？1、2、3、4、5、6。いかん、どうも初見じゃないとゴリ押しというか手抜きになっちまう。へえ、なら初見のところは全力の本気でやるんだね。本気というか集中はしているはず。まあ一回通ったところは基本走り抜けとかしてるんだけどな。通ったとこのスルーってほとんどのプレイヤーがやると思うけどね。なんで全力に戻す必要だ。ええ、うーわー、忘れてたー。なんでこの骸骨大玉を忘れれるんだ。あ、ドット残りした。なんで食い縛る必要があるんですか。踏んだ、そこの骸骨引かれるとこに手をさばらしするもん。とっとと先進むんじゃないんかい。けけ、骸骨どもが奈落に落ちていく姿が目に浮かぶようだぜ。聞こえるだろう、ギロチンの。ってこれ違うわ。って骸骨玉が崩れてなんかアイテムが出たな。不死の遺骨ってなかなかいいもん落とすな。見逃してたら危なかった。あ、トカゲちゃんだ。待て待て。へえ、特大剣のダッシュ R1 は叩きつけになるのか。待ってよー、逃げられちゃった。壁まで追い詰めて逃がすのか。だって追いかけたらすぐ壁に消えてったん。なんで？なんか前にもこんなことあったけどトカゲって壁まで追い詰めて落とすのがいいのか？さあ、偶然オブジェクトの端と端にある間に潜っちゃってそうだけど。というかお前は何敵のケツをため R2 でついてんだよ。ここのはしごなんだけどさ、多分対応してなかったら見逃してたと思うわ。そうかな？普通に気づけそうだけど、フロムのことだから切って落とす以外にも何かしそうだし。で、問題のエリア、ここのデーモンとミミックだがどう処理するかな。デーモンはこのエリアからでないしミミック起こして釣っちゃえば。まあミミックの方が攻撃見切りやすいしそうしようかなと。おら起きろ、学校に遅刻するぞ。ちょうどの5分投げた後に攻撃してふわーってあくびするミミック好き。さて、こんな強敵に対1なんてさらさらごめんだ。分断してカッコ撃破じゃ。大2、3、こちら、デーのナール方へ。捕まったら問答無用で食べられるけどな。あれれ、なんか動きにくくない？とこっち来たな。兵撃隊って多い。なんでそっちに行くんだよ。ミミックどうしたんだろ。あらら、どうやら敵対してるっぽいな。いいぞ、やれやれ。ミミックが与えてるダメージを見ると普通にマリサワンパンな気がする。私の HP って確か66なかったからな。そう考えるともう少し体力伸ばした方がいい気もするな。でも積むまで筋力と力に食っていくんでしょ。そりゃまあそうだな。とりあえず筋力力ともに30ぐらい欲しいぜ。さてさて、漁夫のリーダー、1、2、3、4。ガタガタ言うな、クソ。終わった終わった。こいつソロでやるのきついな。カウンターなら即死でジャンプも即死だしでやばいやばい。まあデーモンは火力高くて当たり前だけどこの先考えるとやっぱり捨ては体力に振っとけって。次のエリア次第だ。てめえ俺の部屋に勝手に入ってきてんじゃねえよ。反抗期の高校生か何か？復活してんじゃねえよ、砕け散りやがれ。マリサそれ復活やない。ただの食い縛りや。だったらこいつが起き上がるところにカーサーねえでー。剣に見せ！よし、すっきりした。
さて、この先は城でも行ったことないから慎重に行くか。あ、デーモンの牢王には行かないんだね。いや別に行ってもよかったんだけどこっちが気になってな。確かになんか仰々しい扉だね。こっちも新しいエリアかな。わすげえボス戦の雰囲気じゃん。となるともしかして下は寄り道でこっちが正規ルート？どうだろ、ファランルートとコロールートで分かれてたりしてたからわかんね。じゃあ下はなんだろう、用務のことでもなんかわかったりするのかな。まあそれはそれとして、ボス戦が一向に始まらんな。杯に触れる、これに触れたらイベントだね。大土でもいいがスタミナ管理が心配だしここはアルトリケンに持ち替えよ。あら、ツバイじゃないんだね。ツバイの方が軽いけどやっぱアルトリケンの方が好きなんだわ。あ、というかここで捨て公開できるやん。個人的な考えだけど HP1000 くらいないと不安じゃない？いや全然。ごめんて。マジかよ、ここってもしかして深淵？いや、テレビで見ると見えるけど洞窟っぽい。不死体が監視していたのはもしかしてこれ？この洞窟みたいなのも完全に飲み込まれてるわけじゃない。え、何これ？うわぁ、めっちゃでけぇ。というわけでボス、覇王ボルミールだぜ。そういえばメッセージで腕の時間って書いてあったし、もしかしてあの腕は壊せたりすんのか？気が進みましたわ。なんともあったりと。なるほど、ジュバラの体重みたいな感じに V 破壊で大ダメージってことか。ただ腕を使って攻撃するからなかなか難しかったりするのかな？どうなんだろう、こんだけでかいとまだ何か隠し玉とかありそう。まあいいや、ぶっ潰れろ。アルトリケンって闇の眷属に対してもよだめあつとかあるのかな？ん？無印にはそんなんなかったし、あっても黒騎士ぶっくらいだろうと思うが、またどうした？いやー、腕輪がバカみたいに壊れていくから弱点特攻みたいなのあるのかなーって思って。でもこんだけガッシャンガッシャン壊れるから第二形態かなんかあるだろ。さあ、その腕輪は力を抑えてるような代物なんだろ。あの、ボルミールさん引きずり込まれてるんですが。ちょっと待ってくださいよ、攻撃らしい攻撃一回しかしてないじゃん。お化け屋敷じゃないんだからもっと襲ってこいよー。本当に終わりかよ。いや、そんなしけた面しなくてもええやん。いやー、覇王っていう割にはクソ雑魚なめくじだったからなんかなーって。とりあえず敬意と謝罪の意を込めて土下座でもしておこう。人、それを煽りという。それでは今回はここまで。ここまでのご視聴、ありがとうございました。次回もよろしく。さて、次回はどっちに行こうかな。一応どっちの道も初見ではあるから悩みどころだね。